込んでます。カーブ見送り三振。低めの球、まっすぐでした。148。ショート後方のフライです。今日はシュート、早く打ち取りたいという気持ちでしょうか。こちらが代表的な球種になります。落としてきました。136キロ。ランナー1人フォアボールで出しましたが、石川好調の立ち上がり。1回の表ライオンズは0点です。早いテンポ、先発登板の石川です。もう投げます。外から曲がってくるカーブ、前の回から3者連続の隣8球台です。源田らしくありません。前の回から4者連続、フォークボールも決めてました。フォークの石川2点目。ずれた打球はライトの後方、ショートゴロ、下がりながらシュート、シュートは強肩です。やはりこの肩が下がって打ち上げるスタイルです。高いフライは松田のグラブの中、万能タイプです。高めミットの中に収まってます。石川が奪った6つ目の三振です。何が正解かは分かんないですからね。インコースから曲がってくるカーブでした。バットの先です。センターの前には落ちません。早いテンポ、バットの先、力弱い打球はピッチャーゴロ。トータルの打球3割超えてます。打ち上げた打球は右中間だ。しかし伸びはありませんでした。3-2になっても速いテンポ継続。ファウルフライ、こすった感じになりました。144キロ。カーブでいきました。セカンドジャンプ、ダブルプレー。大きな人はね、川島が助けてくれましたからね。なってます。落としてきました。三振9つ目。インコース、これも打ってきたかな。いや、まあ、三者連続三振、3、4、5番、奪三振2桁に乗りました。わずかに1本です。打ち上げて先頭バッターを抑えました。第2戦の和田も5人、そして坂東の時は5人。ツーアウト、これも三振、12個目になりました。打ち上げた打球はセンターへ、伸びはほとんどありませんでした。上林、強い球だ。12個目の三振、自己最多タイです。